別動画で Linux って意味あるの？として Linux でしかできないことをお話ししました。正直なところ Windows や MacOS の方がデスクトップ OS としてできることが多いのは確かです。そこで Linux でもできることの具体例を紹介していこうと思いネタを探していて、真っ先に小田島に刺さったのが無料で使えるテキスト読み上げソフト、いわゆる音声合成ソフトです。 Linux でも使えるものがあったので紹介いたします。結論から言うと、もうご存知の方もおられるかと思いますが、今回紹介するのはボイスボックスです。ボイスボックスは2021年8月1日にひほひろばしさんによってリリースされたオープンソースの中品質テキスト読み上げ用音声合成ソフトウェアです。 AI によるディープラーニングをシステムに組み込んでおり、文字単位での細かなイントネーションの調整などが行えます。2023年1月現在、バージョン 0.13.4 のボイスボックスはキャラクターごとに利用規約がありますが、規約を守れば商用、非商用問わず無料ですぐに使うことができます。しかも Windows と MacOS だけでなく Linux でも使うことができます。後でもう少し詳しく紹介しますが、イントネーションなどの詳細な調整ができるため、ちゃんと作り込むと、これが本当に無料でいいの？というレベルの音声合成ができるすごいソフトウェアです。無料で商用利用することが可能なオープンソースなため、自由にプログラムの改変や再配布が可能となっており、ロボットに組み込んで対話型のシステムを作る、観光案内システムに導入して喋らせる、クラウド型のシステムを構築しブラウザを経由して対話できるようにするなどといった様々な応用が可能であるというのも忘れてはいけません。また合成できる音声は東北地方を応援するキャラクター東北ずんこの公式作品に登場する関連キャラクター、四国メタンやずんだもんをはじめとした現在19のキャラクターの声を使って音声を合成することができます。といったあたりで早速ボイスボックスを使ってみましょう。ここからは四国メタンとずんだもんがお送りいたします。今回はボイスボックスを Linux で使う方法をお教えしましょう。本当に Linux でも使えるんだ。でもどの Linux にインストールするの？そうね、定番の Ubuntu とかはどうかしら。 Ubuntu なら Linux 好きのみんなが知ってるから良さそうだね。では早速始めましょう。まずトップページのダウンロードボタンをクリックするとダウンロードの選択画面が表示されるわ。ちゃんと Linux もあるね。対応モードには GPU、CPU と CPU の2つのモードが用意されているわ。この2つって何が違うの？良い質問ね。 GPU モードは GPU 搭載の Windows PC と NVIDIA 製 GPU 搭載の Linux PC に対応しているのよ。へえ、そうなんだ。でもよくわからないんだけど。どちらのモードかわからないときは CPU モードを選んでおくと間違いないわ。じゃあとりあえず CPU モードのをダウンロードしておこう。それがいいわね。 Linux 版の CPU モードを選ぶとパッケージはインストーラーか TarGz ファイルが選べるけど、インストーラーの方が使い方が簡単だからインストーラーをダウンロードするわね。簡単な方がいいね。ダウンロードすると .sh ファイルがあるはずよ。これかな。そのファイルを右クリックしてプロパティ、アクセス権でプログラムとして実行可能にチェックを入れといて。なんで？コマンド操作でファイルのアクセス権を変更して実行することもできるけど、今回はあえてこんな使い方もできることを紹介したかったの。へえ、そうなんだ。それとターミナルを開いて先にちょっと準備をしておきましょう。準備？そう、Ubuntu の場合このままだとエラーが出てインストールが中断されたり起動しなかったりすることがあるのよ。だから先に必要なパッケージをインストールしておくのが良いの。なるほど。で、何をしておけばいいの？こちらのパッケージをインストールしておけば問題ないわね。他の Linux もそうなの？面倒じゃない？実は Linux で一番インストールが面倒だったのが Ubuntu だったの。え、そうなの？そうなの。他の Linux Mint や PopOS、マンジャロとか有名な Linux のほとんどはこれから紹介する手順だけでインストールできたわ。Ubuntu が一番面倒なのか。でも
番面倒なのを最初に知っておけば他でも応用できそうだね。そうね、それじゃあ先に進めるわよ。はい。準備が終わった段階でアクセス権を変更したファイルを開いているターミナルにドラッグ&ドロップエンターキーを押すことでインストールが始まるわ。え、こんなことができたの？そう、今の Linux はこんな使い方ができるようになっているの。意外と便利よ。知らなかった。ターミナルってコマンドを打ち込むだけしか使えないと思ってた。インストールが終わったらアイコンをクリックすればボイスボックスが起動するわ。起動にちょっと時間はかかるから微妙に不安を感じる。そうかもしれないわね。とりあえず起動してしまえば使えるわよ。はい、ということでボイスボックスのインストールができました。ボイスボックスは基本的にアップイメージ形式のアプリケーションなので、この形式のアプリケーションが動作する環境であれば問題ありません。メジャーな Linux ディストリビューションでチェックしてみましたが、おおむねインストールから起動まで追加パッケージを必要としないものがほとんどでした。しかし今回の Ubuntu のように何かしらパッケージが不足している場合があるので、その際にはここら辺のアップイメージを動作させる環境周りを確認してみてください。ボイスボックスを起動すると、まず利用規約に関するお知らせが表示されます。ちゃんと一読しておきましょう。で、同意して使用開始ボタンをクリックすると、追加キャラクターの紹介画面が表示され、各キャラクターのサンプルボイスを確認することができます。また画面右側にあるキャラクター並び替えでは、ドラッグ&ドロップでキャラクターの表示順序を変えることができます。こちらの完了ボタンをクリックすると、使いやすさ向上のためのお願いが表示されます。こちらも一読しておきましょう。で、許可ボタンをクリックすると、いよいよ音声合成ができるようになります。まずメニューはこんな感じです。音声の出力はファイルで行います。音声の書き出しはデフォルトだと1行ずつ番号が振られて書き出され、1つだけ書き出しは選択されている行の音声のみを書き出します。音声をつなげて書き出しを選ぶと、すべての行が一つの音声ファイルとして書き出されます。エンジンでは再起動とありますが、 CPU モードと GPU モードを切り替えたり、音声合成の編集の際にトラブルがあった時などに使うようです。設定ではキーボードショートカットの設定や確認を行うキー割り当てや、画面に表示するボタンを編集するツールバーのカスタマイズ、キャラクター並び替え、視聴、デフォルトスタイル、読み方&アクセント辞典などが並びます。テスト登録が、大まかな設定はこの下のオプションの項目で行うことができます。はい、こんな感じですね。で、エンジンモードの変更や操作について、データの保存方法などの設定はここで行います。という感じで、いよいよ音声合成をやってみましょう。操作方法はとても簡単で、割と直感的に使うことができます。使い方はざっくり言うと、キャラクターを選んでテキストを入力するだけです。細かくアクセントやイントネーション、長さの変更ができるので、しっかり設定すると違和感のない音声を作ることができます。ボイスボックスを使ってみ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 ます。
ボイスボックス使ってみます。四国メタンです。積んだもんだよ。四国メタンです。積んだもんだよ。で、音声合成が一通りできたら音声ファイルを書き出しましょう。はい、という感じで使えば使うほどとても無料とは思えないソフトウェアです。実は Linux にもいくつか音声合成ソフトはありましたが、すべてコマンド入力で操作するものばかりでしたが、時代は変わりましたね。これでまた一つ Linux でできることを知りました。今回は Linux でも使える音声合成ソフト VoiceBox を紹介しました。使いやすく多機能な上、Linux でも使えるという本当に無料でいいのというソフトウェアです。ウベンツの場合、初期状態だと VoiceBox のインストールに必要ないくつかのパッケージが不足しているため、そのままインストールしてしまうとインストールが途中で止まったり、インストールが終わっても起動しなかったりするため、あらかじめ次のパッケージを追加しておくとインストールから起動まで問題なく動作するようになります。使い方を確認するためにショーツをいくつか作ってみたのですが、ここまですごいとは思いませんでした。ソフトークの無機質でいかにもという音声も悪くはないのですが、無料なのに自然な音声が合成でき、何より Linux でも普通に使える VoiceBox の方が小出し島には魅力的に感じます。 YouTube をはじめとして VoiceBox を使った動画や音声がこれからもっと量産されそうですね。動画概要欄に関連リンクを貼っておきますので、興味を持った方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルでは Linux をはじめとした世界中の OS を紹介したり、中古 PC やスマホをいじくり回しています。ラズベリーパイやレトロゲームで遊んだりもしているので、ちょっとでも楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。同じ PC フリーダムの名前でブログと Twitter でも情報発信をしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 PC フリーダムの小田島でした。